クリストス・アダムデス・フリストス・アダミディスはギリシャの軍人、パイロットである。バルカン戦争で航空作戦を行った3人の陸軍軍人の1人であり、1928年1 2 0 0 0トルに及ぶ地中海周回飛行を行った。当時、オスマン帝国の領土であったヨアニナに生まれた。ギリシャ陸軍の騎兵将校となり、1912年に陸軍に 航空部隊に創設するために、フランスで操縦訓練を受ける3人の軍人の一人に選ばれた。オスマン帝国に対するバルカン戦争で、エピルスの戦線に参加し、ビザニの戦いので、偵察やトルコ軍の拠点に対する爆撃に従事した。任務の中には、ヨアニナの民衆のために、宣伝ビラや食料を落とすこともいった。ギリシャ軍は戦いに勝利し、3月6日にヨアニナは、 ギリシャの支配下になった。アダミディスは、観客の集まるヨアニナの視聴者広場に、モーリス・ファルマン MF7 で着陸し、熱狂的な歓迎を受けた。1927年に、ギリシャ軍の指揮官となり、1928年6月、エヴァンゲロス・パパダキスの操縦する、ブレゲー19に、観測士として登場し、アテネ郊外のタトイを起点とする地中海、周回飛行を行った。 20日間の飛行で1万 2000km の飛行であった。1935年に退役するが、1943年に6ヶ月現役復帰した。ありがとうございます。